皆さん、こんこにちは。イケメンアイドルが多く集うジャニーズ事務所ですが世の女性たちはそんなイケメンの彼らをまるで王子様のように崇めているとのことですかっこいい王子様の言うことなら何だって聞いてしまう女性は多いのではないだろうかジャニーズアイドルの中には上から物を言る姿が似合い意地悪が似合う小悪魔なアイドルたちがいるそうです今回、 ご紹介するのは、ドエスと言われたジャニーズ急戦です。一人目、スノーマン・メグロレン。一人目はスノーマンのメグロレンさんです。メグロレンさんがドエスと言われている理由は、ファンサービスが実にドエスとのことです。メグロレンさんはファンサービスを断るというのが、メグロレンさんのドエスファンサービスのようです。しかし、 この目黒蓮さんの独自のド S ファンサービスが多くの女性ファンの心を捉えて話さないそうですあまりにもそのド S ファンサービスが嬉しくてファンサービスうちニファンさことあってとかく女性ファンも多いとのことですド S な目黒蓮さんの王子様キャラはジャニーズファンの女の子たちの夢を叶えているそうです他にもファンサービス時にハイタッチと思わせといてニヤニヤしながら手が届かない位置へ手をやったり 手を伸ばしてきたファンに対して、手を伸ばすとわざと引っ込めどえすっぷりを発揮されているようです。目黒連さんのファンサービスについて、ファンの間でもよく言われているのが、ファン差の量やするかどうかは気分次第とのことです。目黒連さんのその気分破りが多くのファンを惹きつけている理由のようです。2人目、キスマイフット2藤ヶ谷大輔。2人目はキスマイフット2の藤ヶ谷大輔さんです。 藤ヶ谷大輔さんがドエスと言われている理由はキスマイフット通発の冠配信番組キスマイドキドキインでドエスの藤ヶ谷大輔さんの姿があらわとなったようですこの番組はキスマイメンバーがあらゆる企画に挑戦する番組で笑いあり涙あり感動ありのバラエティ番組です配信された第44話はキスマイ戦隊目もレンジャーキスドキマッチングの2本立てだったそうです 最初の企画キスマイ全体目もメモレンジャーはキスマイメンバーが男の子と一緒に人質として取られたお姉ちゃんを助けるため悪の帝王デーモン・藤ヶ谷に挑むというものであり悪の帝王役の藤ヶ谷大輔さんはエロく正しく美しくデーモン・藤ヶ谷だと自己紹介しますそんな藤ヶ谷大輔さんはゲームが始まる前に同メンバーの横を渡るさんに俺の名前を正しくかまずに5回言ってみろ とデーモンヶ谷はいきなり指令を出します最初はスラスラデーモン・フジガヤの名前を言えていた横尾渉さんでしたがデーモン・フジガヤより早口でとせかされるとついに噛んでしまう場面があったようですその結果ゲームに挑戦する前にもかかわらず横尾渉さんは罰ゲームを受けることになってしまったそうでそんなド S っぷりを発揮した今回の悪の帝王デーモン・フジガヤに邪悪さが強いなと。 戦々恐々としながら朝鮮の幕を閉じたそうです。3人目、患者ニエト、大倉忠義。3人目は患者ニエトの大倉忠義さんです。大倉忠義さんがド S と言われている理由は、大倉忠義さんが出演したドラマでド S っぷりが遺憾なく発揮されているとのことです。 映画「100回泣くことや」や連続ドラマ「ドクター・ティー・マット」で主演を飾り、近年俳優業で活躍の幅を広げている、関ジャニの大倉忠義さんの特徴的な表情で、口を大きく開けて笑う笑顔が印象的で、世間ではおおらかなイメージの大倉忠義さんだが、自身が出演しているレガ・クローバーでは、強烈なド S キャラを演じ、新境地を。 開拓していたことから世間で王子様キャラからド S キャラのイメージに変わったそうです本作での大倉忠義さんはイケメンかつ長身で仕事ができ女にもモテ誰もが羨む完璧なスペックの持ち主の役柄となっています大倉忠義さん自身に近いことからこちらのド S 役は実にはまり役となっていたようです部下の鞘には超ド S 鞘がミスをすると 本当にバカだだ、なお前の脳みそはイヌイカだと表情を一切崩さず罵倒し出来の悪い書類は突き返すようななんともクールなキャラクターですしかし劇中での大倉忠義さんの冷ややかな表情は柘植昭そのものでとても胸を痛めながら演じていたとは思えないほど柘のトレードマークでもあるタイトスーツとシルバーフレームのメガネも似合いすぎていて。 ととにかくかくいいとファンから追支持があったそうです。内面こそ違えどこんなに告げ役が似合ってしまうのはファッション雑誌でモデルを務めていた経験もあるスタイル抜群の大倉忠義さんだからであろうと推測する関係者もいたとのことですそんな告げだからこその恋愛シーンでキャップも絵が盛りだくさんありはぐれないように手をつないできたりお風呂上りに髪の毛を乾かしてくれたりと。 普段は厳しい男性が二人きりの時にだけ、見せる大倉忠義さんの甘い顔にドキドキしてしまうファン、視聴者が多くいたそうです。四人目、キングプリンス平野翔。四人目はキングプリンスの平野翔さんです。平野翔さんがドエスと言われている理由は、ドラマ、映画で演じる役柄がドエスが多いことから、平野翔イコールドエスとファンの間でイメージがついてしまっているとのことです。 平野翔さんが主演を務めたドラマウイラブでは、平野翔さん演じるリンが女の子に対してゴミとか言ってしまうドエスな場面があり、ファンに平野翔さんはドエスということを植え付けてしまったそうです。五人目セクシーゾーン中島健人、五人目はセクシーゾーンの中島健人さんです。中島健人さんがドエスと言われている理由は、ドラマの役で、中島健人さんはファンにドエスキャラという印象を植え付けていたようです。 中島健人さんのドエスキャラが話題となった作品は数ある人気少女コミックの実写映画の中でも刺激的なエロキュンワールドが繰り広げられることで話題の黒崎くんのいなりになんてならないですそんな同作でドエスなキャラクターでヒロインを翻弄する主人公黒崎春人をジャニーズらしからぬ開演で見事に演じきった中島健人さんは学園青春ドラマでドエス王子に扮して 初めて見えたこれまでと全く違う世界に気づいた自分の内面があったそうですインタビューにてドエスキャラと中島健人さんの唯一の共通点について語っていますドエスだけど実は優しい主人公の黒崎くんに完璧になりきっていましたが黒崎くんにシンパシーを感じる部分は多かったのですかという記者からの質問に中島健人さんはこう答えていますいや 僕は女性に対してあんな態度はとらないです。お前は俺の奴隷だなんて絶対言わないですし俺の彼女くらいはいるかもしれないですけどでも一つだけ似ている部分があって僕はすごく嫉妬深い人間なので自分の好きな人が他の人と仲良くしているのを見るだけですっごく腹立つんですよ。ジェラ男なんです。黒崎くんも言うが匠と仲良くしているところを見て嫉妬していたじゃないですか。 その気持ちには共感できたな。演じていて、すっと入り込めました。と、中島健人さんは、インタビューに、ドエスキャラと自分の共通点について答えていたそうです。6人目嵐、二宮和成、6人目は嵐の二宮和成さんです。二宮和成さんがドエスと言われている理由は、二宮和成さんのレギュラー番組であるバーサス嵐に。 関西ジャニーズ Jr. の西畑大吾が対戦相手として出演したときのことです西畑大吾さんといえば二宮和也さんの主演ドラマ「流星の絆」を見てファンになった熱狂的な二宮信者であることを公言していますことあるごとに二宮和也さんへの愛を語った斐あって連絡先交換にこぎつけたそうですその後 CM や映画で共演し 次第に距離を縮めていき地道なアピールが実を結び昨年には二宮和也さんが選ぶかわいい後輩ランキングトップをゲットすることに成功しています今ではメールで名前を呼び捨てにされ誕生日プレゼントをもらえるまでの親密な関係に発展しているようでただ 東京で仕事があるたびに上京し関西の実家にとんぼ返りする西畑大吾さんは二宮和也さんと2人きりで食事すらしたことないと発言されていたそうです番組内で西畑大吾さんは正面切って不満をぶちまけたそうでそれは二宮和也さんのどうこうした放置プレイに対してのものだったようです嵐のコンサートの感想をメールで伝えるとすぐ返信が届くのに 上京した際にに食事事をおねだだりするるとと返事は大抵23日後になるのだと語っていますそれを聞いた二宮和也さんは、じゃあ次行こう、今日行くか、とやけ気味に勧誘しています。だが、西畑大吾さんは今日夜、空いてないんですと返し、食事の実現には至らなかったようです。一連の二宮和也さんのド S 放置プレーは、ファンの間でも物議を醸し出したとのことです。7人目 カトゥーン上田達也7人目は k a t ー t u n の上田達也さんです上田達也さんがドエスと言われている理由は上田達也さんとの初主演舞台「ロミオとジュリエット」でのこと同作は古典中の古典とも言われており今回の舞台ではセリフをわかりやすく現代風にアレンジしていたようですまた制作会見でのロミオは女好きなんじゃないかと思うという。 上田達也ささんのの新解釈が生かされたのか、れた前半のロミオはスカートめくりをしたりおっぱいおっぱいトレンコしたり無邪気にはしゃぎまくりだったそうですそんなお調子者ぶりが強調されていましたが後半は悲劇とメリハリがつきラストでは客席のあちこちからおえつが漏れていたといいます 上演時間が2時間だったので展開が早かったし上田くんのセリフも聞き取れない部分があったりしましたがジュリエットへの情熱や自分たちの力ではどうにもならない絶望を全身で表現しててめちゃめちゃ引き込まれましたジュリエット役を演じる小林涼子さんとのキスシーンが気になっていたんですが軽くちょっと触れる程度で嫉妬するより可愛いって感じでしたねそれより 別れのシーンで繋いだ手を離せなきゃならない2人に切なくなりました後見どころは上田くんの衣装王子様ファッションがすごく似合ってたんです衣装がえも結構あるので見ごたえありましたよと感激した上田達也さんのファンの方が言っていたそうですまた初日のカーテンコールで挨拶した上田達也さんがいまいち歓声が上がらない客席を見渡し声が出てねえと一言つぶやいてそのまま帰ろうとしたり。 今日は田中清が来てくれてましたありがとうと上田達也さんが言うと客席からゆっちは「と声が上がりそれに対し上田達也さんは「黙れ」と言ったやりとりがあったそうです舞台でのロミオ様はどこへやら普段からなのか上田達也さんのド S ぶりも発揮されたようです8人目スマップ木村拓也8人目はスマップの木村拓也さんです 木村拓哉さんがド S と言われている理由は主演映画の「ヒーロー」の舞台挨拶にて共演者の北川景子さんから木村拓哉さんのド S っぷりが暴露されたとのことです舞台挨拶でのクロストークにて誰が一番ド S かという話題で盛り上がったそうです名指しされて多かったのは木村拓哉さんと共演者の小日向文代さんでありキャストをいじると言われた木村拓哉さんは僕全然。 いいじってないですでも、帯中さんは、ブラックコーヒーがいるといい、小稲田文代さんはどこがそうなのかわからないと弁解するも、人の NG を誰よりも喜ぶと言われ、会場は爆笑に包まれます。共演者の八島智人さんが続けて、でも、それらを全部拾って突っ込むのが木村さんと指摘していたようです。木村拓哉さんは、さらにコンスタント S だと言われると、北川景子さんが木村さんが、 ちょうど級のド S だとご自身でおっしゃっていましたとダメを使用し,して木村拓哉さんも苦笑いだったようです北川景子さんは木村拓哉さんのド S レベルをテラ級のド S と称していたとのことです9人目嵐松本潤9人目は嵐の松本潤さんです松本潤さんがド S と言われている理由はなんといっても松本潤さんがドラマ花より団子で演じた F4 のリーダー 道明寺司,司役が松本潤さんがド S であると世間に印象を植えつけているようです。道明寺司,司といえば財閥の大金持ちの息子で、その傲慢さで、学校を支配している姿から、ちょうどエスプリが劇中で四六時中伺えます。王子様というよりもはや王様気質での支配力が、ド S っぷり満載とのことです。道明寺司,司を演じて以来、どの姿の松本潤さんも、 S ド S の同名字つかさに見えてしまうほどド S の影響力を世間に与えていますいかがでしたか今回はド S といわれたジャニーズ急戦についてご紹介しました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録だか評価もぜひお願いいたしますまた見たいジャニーズのまとめや感想などありましたらコメントしていただけると嬉しいですそれではまた。